教えてレヴィン先生、スーパーアラちゃんもアラジンボーナスもお宝ラッシュもスーパー楽しい。はい、今回はサミーさんの大注目機種でありますアラジンエース2をですね打っていきたいわけなんですけども、はい、今回はですね、うん、スーパーアラジンチャンス編をお送りしたいと思います。がっつりとがっつりいきますか。はい、はい、ということでね、早速、はい、スーパーアラジンチャンスで、ね、詳しくやっていきたいんですけども、はい、せっかくなんで、せっかくなんで ねスーパーアラジンチャンスね、はい、いろんなとこ入りますけども、はい、今回ねアラジンボーナスから入るパターン、はい、こっからいきましょうか。そうです ね見慣れないボーナスっていうところから、そうですよね、スタートしていきましょう。ちょっと私も楽しみです、はい、打つのが、はい、いきましょう。じゃあ打ってまいります。はい、ボーナスは準備中。そうですね、はい、まあ、準備中がありまして、はい、7を狙いっていう表示が出たら7を狙いに行くと、はい、7を狙いたら7を次狙うと、はい、スタート、はい、スタート、アラジンボーナス、はい、疑似遊戯30ゲームから、まあいいですよ、ちょっとじゃあやってみましょう、はい、これで、疑似ボーナスですね。おうおう、あ、もういきなりもうあーゲット、こういうことです。宝箱をゲット、あっという間に来ましたね今ね、びっくりしました、急に1ゲーム目で宝箱がゲットしました、はい、まあ、30ゲーム間こんな感じで宝箱が量産できるというすごいですね、疑似ボーナスになってます。はい、で最後にどうなるかみたいなジャッジがあるんですけども、はい、これは必ずスーパーアラジンチャンスにつながると、このボーナスはね、はい、はい、でその取った宝箱は基本的にはそのスーパーアラジンチャンスのゲーム数、20ゲーム未満の場合はこうどん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 初期ゲーム数が増えていくと、おいうものになってるんで、ここでいかに貯めるかっていうのがすごい重要ですよ。30ゲームっていうのも結構多いですよ ね、ゲーム数的には。ほらほら、お来てるよ来てるよ、これなんだろう、おっ、アンチェリー、はい、2個目、お、またまた行く、行っちゃう、ここも、お、行っちゃう、行っちゃった、行っちゃった、もう3つですよ、すごい簡単に取れるね、やっぱりね、結構ね、スムーズに、ね、おー、行った、すげえすげえ、6個、おー、お尻ナビから探知出たね、はい、こういう場合もあるんですね。あるんだね。7つ。30ゲームから7つ。いや、結構取れんだな、やっぱり。はい。はい。7つ。これで7つ。まあ、これは素晴らしいんじゃないかな、はい、結構、うん。頑張った方だと思います。はい、でもまあ、結構4個5個ぐらいザラに普通に行きますよ、みたいな感じなのでね。はい、で、7個取れましたと。で、ここからは中身はどうでしょうと見ていくんですが、まあ、見てもらいましょうか。ブーストチャレンジ。はい。いきます。7つ。でね、ここポンと押してもらえますか、とりあえず。押します。はい。はい、若干僕ね、あの出だしのリアクション間違えましたけど、はい、最初の宝箱っていうのは、はい、その必ず入るっていうスーパーアラジンチャンスの宝箱なので、なでね、今のが10ゲームっていう、はい、最初のね、最低保証分の10ゲーム。ここからが上乗せになるっていう。はい、ここからが残り5個ですね。はい。で、基本は1個。こっちになります。スーパーアラジンチャンスの方に上乗せされるという。はい、ほら、お、やばいでしょ、やばいでしょ、今14ゲーム、ほらほら、もう全部いっちゃう、だ全部いくんだよ、だから基本は、あ、基本は全部いくんですね、基本はスーパーアラジンチャンスのになりますね。うわー、16、今の場合は、はい、ラストだってマックス20ですよ、20です、あと4ついけばマックスになりますね、いけますよこれ、というね、はい、スーパーアラジンチャンス自体すごいんだけども、はい、このボーナスを返すと、初期ゲーム数がこんな感じになってスタートするので、はい、凄まじいパワーですよ。確かに。ところをお見せしたかったので、いきなりスーパーアラちゃんっていうのもなんなので、はい、今ボーナスをね、見ていただいたということ。まあ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 っていこうと。はい。はい、ということで、ここからが、はい、あれですね、スーパーアラジンチャンス、はい、スーパーアラジンチャズにスタートっていう形になります。はい。はい。いきましょうか。いきましょう。はい。いいね、癒されます癒されんだね、癒されますよ、支障が出てますけど、え、なんでですか、癒されますね、ますまあ、そういう人もいるでしょう、はい、聞き慣れてないんだもんね、だからね、世代じゃないフェアリーはね、はい、
でここからまあスーパーアラジンチャンスなんで、基本はまあ10ゲームスタートで、はい、っていう話なんですけど、今はボーナスを返して上乗せしてるんで16ゲームスタートですね。でマックスが20ゲームで、この間どうすればいいかっていうと、タンチェリーを引ければ継続、必ず継続になると。で、まあその継続した後も残りゲーム数っていうのはタンチェリーを引けると宝箱をゲットで上乗せ、これ今継続しましたね、はい、タンチェリーでね、タンチェリー引いたんで、はい、この後が重要。結構残ってるでしょ今、あと残り10ゲームありますね。ほら10ゲーム間がですね、こっからスタートっていう感じですもんね、はい、ここでタンチェを引ければですね、はい、宝箱ゲットでかい。でさっきは全部スーパーアラちゃんになりましたけども、はい、まあ、ここで引いたやつに関してはまあ普通にアラちゃんのゲームするっていう可能性もあるんですけども、はい、まあどちらかが乗りますよ基本的にはね。これだからスーパーアラちゃんのゲーム数をまた乗っけたりしたらだいぶマックスに近づいていき、でかいですね、やばいことになるというのも、この間のチェリー、タンチェリー出現率っていうのが約10分の1になってます、はい、ということなので、16ゲーム間で10分の1なんで、まあ、簡単にね、簡単に継続はしましたよね。継続はそうですね、その後がねちょっと弱い、その後がちょっとまあまあまあ、今日は今日はそんなないですよ。あ、聞きました聞きました、はい、でも今日はと言ってたけど引いたよ、ありがとうございます。はい、1個、まあ、1個でもいいですよ、ありがたい。はい、1個でブーストチャレンジ、ブーストチャレンジに突入。さあ、なんだ、お願いします。スーパー、あら素晴らしい、スーパー、願いが通じた、願いがスーパーラジンチャンスプラス1ゲーム、ここここ、いやもう素晴らしい、17ゲーム、やばくない、2セット目にして17ゲーム、あと3ゲームですよ、あと3ゲームでマックスまで、ね、でこの間っていうのは、はい、まあ、ターンチェで継続だったり、あの宝箱っていうのはそうなんですけども、レア役の、まあ、こういう斜めの月星だったりとか、はい、ラクダ、ラクダとチャンス目に関しては必ずターンチェになるんで、はい、レア役は嬉しいですね、はい、チェリー出なくても滑ったしなんで小声な気分です、気分で、あ、今出てたでしょ、弱チャンス目ですね、はい、1個、これまた乗ったらやばいよ。え、何ゲーム今残り、残り5ゲームですね、5ゲーム、ほら、わあ、すごい、素晴らしい、素晴らしいね、きたきた、乗ってまいりましたよ、乗ってきてるわ、これでプラス1があればね、いやーやばいよね、やばいですねどんどん終わんなくなる、あー、これも来たっぽい、はい、来たっぽい演出が、来たっぽい、来た、3つでかい、でかいブーストチャレンジ繰り返しですね、そうです、そうです、はい、あん、まあでも全然嬉しいですけど、おきたー、うわー嬉しいな、黄色の文字が出てくるとな、スーパー欲しい、あー、まあでも10ゲームの上乗せもすごいですよ、そうだよね、はい、積み重なればね、18、ほらあと2ゲームでマックスですよ、マックスを追いかける回みたいになってますけど、うん、意味わかんない、その回は意味わかんない、なんでですか、俺も含まれてるのその回、はい、一緒にね、そう一緒に、そうですよ、行きましょう行きましょう、2人で、ありそうありそう、これあるんじゃないですか、ありそう、おきたやったー、2個まで2個行ったんでね、これは行くんじゃないですか、2つ来たらやばいです、うん、もうマックスでしょ、うわー、はい、あー来た来た来た、お願いー、だーい、結構じらしますね、19 19ゲーム、徐々にこう1個ずつとか上がってきます、そうそう、あー、そういう意味ね、はい、あれ終わっちゃうあれ終わります、じらし上手ですね、本当に、何ゲームあと、あと6ゲームです、危ないんじゃないですか結構危ないんじゃないですか、はい、うん、ほらラスト、はい、最終ゲームラスト、あーっていうね、継続パターンですね、タンチェ、ありがとうございます、はい、継続、あー危なかった19ゲームが疲れた、終わりそうになったけどね、はい、こういうパターンもありますからね、こういうああいうとこしのぐとなんかもうだいぶ余裕みたいになってくるね、気持ち的にね、もう終わる気がしなくなっちゃいますよね、早いな、いやいや、もうなっちゃうね、でも心境的にはあそこしのいだらみたいな、はい、パチンコの ST とかもそうだもん ね、 そうですね、結構ギリギリで引っ張ってくる と、 なんかまだまだいけそうみたいな、あ、もう終わる気しないなって思っちゃいます、ね、うわ本当にそうなってるですよね、うん、うまいうまい、あと残り12ゲームまでも、これ複数個あるよ宝箱、ほらほら強いやつ、
うん、うん、ベンチェだみたいな。うん、そう。うん。わあ、すごい。通るね。これマックスいけるよ。いけますよね。いけるいける。残り8ゲームでしょ。8ゲームでしょ。もうちょっと増やせられたら。ほらほら。おお、来た。これやばい。これいったでしょ、マックス。ここまで取ったら。あ。すげえすげえ、やっぱりしのぐとこういうのが待ってんだね。うん、谷あり谷あり山どこ行ったかな。 山あり落ちるのみ、落ちるのみ、人生落ちるのみ、誰が そんなこと言ってる。山も、山もな、山もありますよ。あー、すげえ、4ついった。4つですよ。はい、じゃあ一個一個ここ見ましょうよ。これあるでしょう、1個いったんじゃないですか。さすがに見ましょう。ちょっとしますよ。あ、もうマックス出た、出た、出た。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。いいもの見れましたね。マックスって出るんですね。マックスって、はい、で、ここはもう上乗せが、ね、アラジンチャンスの上乗せが、いいじゃん、いいじゃん、されていく。いいじゃん、それもでかいじゃん。また15持ってるわけだから ね。これコツコツやっぱね、足してったらすごいからね、はい。で、見てください。出ました。20ゲーム。かっこいい。マックス。マックス。はい。こっからはまあ終わんなくなります。もう終わる気がしないですね。そうね。もう19ゲームあたりでも全然しなかったですけど。はい、じゃああれですか。そろそろいいですか。はい、え、まだ、え、まだ残ってる。めっちゃたくさん。あの、本当に終わる気しないんで。はい、確かにそうですね。で、とりあえず。わかりました。でも楽しさというか、はい、どうやったら続くのかっていうのはだいぶ分かってきたんですね。そうですね。はい。この間、まあ、スーパーアラジンチャンスは終了。終了。とはさせていただきます。はい。はい、それではですね、はい、最後に全部を見せちゃおうということになりまして、いいです、ね、お宝ラッシュを、はい、あ、素晴らしい、見せちゃいましょう、はい、やりましょう、やりましょう、今入ってる状態ですね、はい、はい、じゃあもう行っちゃいましょうか。お宝ラッシュ行きますよ、はい、準備中、準備中、はい、私もドキドキしてます。どういうものなのかっていうのが、相当すごい特化ゾーンになってましてね、はい、いろんなものが乗りますから、まあもうこれは見ていただいた方が分かりやすい。ただ8ゲーム間ありますからね、始まってから8ゲーム間、ちょっとドキドキしますね。この乗らないってことはないからね、必ず何か出てくるっていう ね、これ素晴らしいですよ。夢のある、やばいでしょ、もう出てこよう出てこようっていうね、もう宝箱からもう出てきたがってる。そうそう、出してあげてください。はい、こちらで、こっちからから、はい、はい、ピン7が揃ってスタート、スタート、はい、はい、いっちゃいましょうか。8ゲームだから ね、気合い入れてね。はい、全部乗りますからね、はい、何が出るかが重要、はい、お、はい、アンテリお、はい、スーパーラジンチャンス、これ初当たりですからね、1セットですよね、もう1セットストックですからね、はい、これまた乗ったらセット数のストックなんでね、でかいですよ。ほら、これまで乗ります、はい、うわー、これでもう2個あんだよ、はい、ね、スーパーラジンチャンス2個残ってるわけですよ、今もうちょっと今、はい、はい、オレンチェリーですけど、アラジンチャンスが10ゲーム、10ゲーム乗りますからね。ここでボーナスなんか出てきたらやばいね、あるからね、確かにそうですよね。おお、すごい。3つきた、3つやばいやばい、はい、うん、ゲーム数でもでかいですよ、10ゲームっていうのも、ね、あパンチェリ ー、すげえすげえすげえ、何個乗る気なんですかね。いや、すごいよ、やばいやばい、もう閉じちゃった、やばいやばそう、あ、取った、うん、あ、ゲーム数10ゲーム、これもう終わり、 8？ もう終わりだとは、最後出るかな、はい、はい、結果報告、大
晴らしい結果。ザクザクしてますよ。やばくない？やばいですよ。5セットですからね。何回も言ってますけど、はい、1回終わりますね、はい、まあ、10ゲームから始まって、はい、で終わりました、うわ残念からもう1回スタートするっていうのを5回繰り返します。そうなんですよね。これすごいですよね。やばいでしょ。やばいです。あの5回継続するってだけじゃないからね、はい、終わったのをまた継続、はい、復活する。こっからまあ始まりますよ、はい、こっから続いて、だから要はそうですよね、5発、5発出てくる。さらにまあボーナスも乗ることもある。アラジンボーナスね。そうですよね。これはもう強力ですよ。2個とか、いやもう持ったらもう大変なことにもあるんですよね、まあ、もちろんありえるってことですね。全然あるんですよね、ってことは、まあ、ちょうどもう、まあ、凄まじい結果でした。 うまかった今多分。ありがとうございます。とうとう今までまあ見ていただきました、はい、スーパーアラジンチャンス、はい、アラジンボーナス、お宝ラッシュなんですけども、はい、すごい楽しかった、ね、すごい楽しい、いっぱい乗ったしね、いっぱい乗ったしすごかったよね、はい、能力はねもうだいぶ見ていただけたと思いますよ、はい、はい、そんなわけでですね、うん、まあホールで皆さんぜひ体感を、この楽しさを体感していただきたいと思います、はい、それではこの辺でまたさよなら。さよなら。